それから、さらにですね、言葉がいっぱい出てきますが、次、五感という言葉が出てきます。これは教科書ですと、68ページの、その3.2.1項の見出しのすぐ下にあるんですけれども、これ長さ2の巡回置換ですね。すなわちこの IJ っていう2つの数字をカッコでくくった形の巡回置換のことを五感と言います。これちょっと後から出てきますので、またちょっと覚えておいてください。で、ここからはですね、その置換は五感の積っていう話をしていくんですけれども、まず補題としてですね、70ページ、教科書70ページにの定理の中で述べられているんですが、まず SN、今のですね、N 文字、N 個の数字の置換の任意の置換っていうのは巡回置換の積で表されるということをやっておきます。で、この例としてはですね、例えば、こういった置換がありますと、123456を231465に移すっていうのをですね、巡回表示で表してみるんですね。巡回表示で表すと、これ123っていうサイクルと56っていうサイクルの並べて表されるんですけれども、これ実は123と56っていうのはそれぞれこう巡回置換になっていて、しかもこのシグマっていうのはこの2つの巡回置換の積で表したことになるということで、実はその巡回表示っていうのは与えられた置換シグマをですね、巡回置換の積で表したことに他ならないということを言っています。で、それを使ってその教科書の70ページにあります置換は五感の積で表されるという話が出てきます。これは教科書70ページの一番上にあります定理3.3なんですけれども、この S2 の置換は五感の積で表されるということで、それはどうやって示すかというと、実はこの巡回置換、さっきの補題からですね、任意の置換は巡回置換の積で表されるということをやりましたから、じゃあ巡回置換が五感の積で表されるということを示せばいいわけです。で、どう表すかっていうと、例えばちょっとこれ一般的な数字で、ちょっと抽象的なんですけど、 I1 から IN っていうことが並んだ巡回置換があったら、これを次のように五感の積に分解できるっていうんですね。 I1、I2、I2、I3、I3、I4 って並べて、最後 IN-1、IN っていうふうに並べれば、この巡回置換がこういう五感の積になりますよということが実際に言えます。で、ちょっとその例としまして、この1347っていう巡回置換考えた時にですね、先ほどのこの説明に従うとですね、これは13と34と47の、隣り合う数字ですね、隣り合う数字の五感の積ですよっていうことがこう言えるっていうんですけれども、じゃあ本当にそうなってるかっていうのを確かめてみます。まずこれ1347を1347に移す高等置換ですね。これをまず4と7をひっくり返すと1347は1374になります。で、次にこれ34ですね。この3と4をひっくり返すと1347は1473になって、で、最後に1と3をひっくり返すと、この1473の1と3をひっくり返しますから1347が3471になったと。で、この結果を見ると、確かに、1は3に移って、3は4に移って、4は7に移って、7は1に移ってるから、確かにこの1347っていうこのサイクルになってるなっていうことが確かめられると思います。それでこんなふうにこの巡回置換は五感の積に分解できるということで、結果として任意の置換はまず五感の積に分解できるということを押さえておいてください。さて、ここからがですね、だんだん本番の議論に入ってくるんですけれども、なんでここまでいろんなこと、細かいものを定義したかというと、任意の置換はですね、五感の積で表されるっていうことまではここまでやりました。で、その時にその五感の積がその奇数になるか偶数になるかっていうのが、今後行列式を定義する上で重要になります。つまり、
先ほどこの授業の最初で行列式を定義する際にはそのいろんな成分の積にマイナス1をかけるかかけないかっていうのを決めますっていうことを言いましたけれども、それの基準としてこの値観を五感の積で表したときに五感の積の個数が偶数になるか奇数になるか、でそのマイナス1をかけるかかけないかっていうのを決めるんですね。でそこで、ここからはその値観の符号というものを定義しまして、その値観を五感の積で表した際のその性質について調べていきます。でまずいきなりなんですけれども、値観の符号ですね、ここから先はですね、教科書ですと70ページにいきなり定理 3.4 というので値観の具記が決まるっていうのがバーンと出てきていますので、それはちょっと いきなり行くのは結構大変なので、それをちょっと段階に分けて説明していきます。そのためにまず値観の符号というのを定義します。これはですね、まあ値観に対してこの式で定義されるこのイプシロンのシグマっていうのをシグマの符号と呼びます。でこれどういうものかっていうとですね、まずこのなんだこの変な記号、これ実は大文字の π なんですけども、プロダクト、英語で言うとプロダクトっていうんですけど、積ですね、皆さん高校まででシグマっていうのは和田っていうのをやりましたけれども、この π は積を表します。ですので、どういう積を表すかっていうと、なんかこういう後ろの方での条件で表せるいろんな式の積を表すと思ってください。でじゃあどういう条件の式が入ってくるかっていうと、J マイナス I 分のシグマ J マイナスシグマ I っていう、こう数字のものの積をいっぱい取ってくるわけなんですけれども、この J と I をどういうふうに変えるかっていうのがポイントなんですね。でそこの条件で書かれているのは実はこの I よりも J が大きいですよっていう意味で、これもちょっと抽象的ですね。高校までですと大体 I が1から5とかって書かれていて、そうすると I を1から5まで変化させなさいっていう組み合わせを取ってきたと思うんですけれども、でこれはどういう意味かっていうと、その I よりも J が大きい全ての数の組み合わせを取りなさいっていう意味を表します。ですので、だからここに今 J マイナス I っていう組がありますよね。そうするとこの組の中で J が I よりも大きい数の組、例えば J が2で I が1とか、あとは J が3で I が1とか、 J が3で I が2とかっていう、この、J が I よりも大きい全ての J と I の組み合わせを取ってこういう式をかけなさいっていうのがこの、この積の、意味です。でこうしてかけていった数字のことをシグマの符号と呼びます。ここまでいいでしょうか。ちょっとそうですね、抽象的なのですが、ちょっと少し進みましょう。で、この符号の、ここですね、それからあと、これから議論をする上で、この値観のですね、この最初にこの図を書きました。この図のことを値観の、グラフと呼ぶことにします。これは僕の授業で独自にやるんですけれども、こういう値観が与えられたときに、こういう矢印での対応付けをこの値観のグラフと呼ぶことにします。で、この矢印ですね、この矢印、一個一個の矢印をこの辺と呼びまして、これを i とシグマ i で表す。例えば5から3に向かっている矢印ですね、これを辺5、3というふうに表すことにします。